キツネ1531。誰や、君らがコメントするからバレたやないか、配信してるって。すごいな、おまわりさん。配信してるってバレてたぞ。配信したらバレたぞ。ヘタレじゃねえわ。配信バレとったやないか。よー、口の立つポリやったな、今の子。若いのに。キツネ2号さん、結局何だったんか。え、事故です、事故ってごまかされたけど、あれ絶対松屋の中で揉めとるよ。松屋の中で揉めたか、松屋の前で揉めたか。もうそんなことどうでもいいね。今日、うち、入店が2人も入店したんだよ、女の子はまた。ね。今まで、キツネ2号さん、U ターンしよう。今まで素人ばっかり採用してたけど、今日久しぶりにプロを喋った、プロと。うわ、プロ来た、みたいな。うちの今の現役ナンバーワンを脅かすぐらいのプロが来たぞ。面白すぎる、面白すぎる、面白すぎる、面白すぎる。キツネ三号さん、現場の宮迫さん。宮迫じゃねえわ。ね。素人のレイカが去って、プロの二人組が入ってきたぞ。いや、でもね、片方は、まあまあ。キツネ二号さん、U ターン、U ターン、U ターン。何がもうしないわ。U ターンしたところで見れないわ。キツネ一号さん、何の事件やったん。喧嘩じゃない？喧嘩。撮影してることにすごい反応してたけどな、ポリ。俺が配信し、僕が配信してることに対してすごい過剰反応してたけど、あのおまわりさん。何、配信したらあかんのか、あれは。僕を撮ってんのかな、みたいなこと言ってたけど。そう、正解って言いそうになったけど。すっごい反応してた。で、映ったことあるんですかって言ったら、いや、僕はないと思いま、ないですけどね。いや、わからんけど、みたいなこと言ってた、一生懸命。じゃあ、あなた初めて YouTube 乗れるやんって言いそうになったけど。YouTube 乗れるやん、あんた、みたいな。よかったよ、YouTube 乗れて、みたいな。おめでとう、YouTube、YouTube デビュー。僕みたいな YouTuber いないでしょ。キツネ2号さん、しっかり YouTube にアップしま。そうそう、しっかりね、YouTube にアップしま。せん。これ問題作だろ、これ。これは神回というより問題作だろ、今のお前さん。狐2号さんへ。これアップすんの？どこまで入ってるか分かんない。途中で切れてたんだけど、ほんであれ。お前さんとなんか、こう、揉めてる間に切れてたんだけど。もう、早どけて、どっか行ってって言われて。狐2号さん、なんで？なんでって。乗せても思んないだろ？お前さんの生の声を乗せてほしいの？まあ、あの人らは公人だからね、別に乗せてもね、あのプライバシーも何もないんだけど、うん、まあそんなことよりも今日はそういう話じゃないでしょうね。風俗嬢2人面接したお話ですよ。狐二号さん、公人、ね、どういう意味公人。それじゃねえわ。公の人の公人だわ。公務員的な公人だわ、うん、ね、うんうん、あのね、二人ともね、プロすぎてね、僕がいたグループに、あのね、何店舗か在籍してたね、うん、あそことあそことあそこに在籍しとったわ。でも俺のこと知らなかったからよかったなと思って。キツネ3号さん、トドでしょ。で、事件は何？事件は分かんない、うん、で、あの辺の何々ビル におったよって言ったら、あーんって言われた。誰お前と思いながら、そう、あそこの社長は俺や。あの時代のあそこの社長は俺のことや。あれは俺のことや、うん、やっぱあの時代18年選手とか10年選手はあの何々ビルに寄った何々やって言ったらすぐ通じるね、うん、ね、僕だから有名人なんだから、この業界でも、うん、あ、よかった、面白い人でって言ってもらったけど、もうあの時あそこで激安やってしんどかってもうやめて、久しぶりにやってんねん、この店みたいなね。キツネ1号さん、大当たりだった。いや、大当たりではないな。まあ、普通の風俗嬢。普通の風俗嬢2人組って感じ。うん、で、
その2人が出会ったのもちょうどあの8年9年前で道頓堀で出会ってて、その頃僕がそこのね道頓堀のところに事務所、あそこのビルのね、いやそことあそこがうちの事務所やでっつったら、キツネ2号さん八千代ビルのこと。八千代ビルじゃねえわ八千代ビル関係ねえわ、うん、あの道頓堀の中にねあの風俗ビルがいっぱいあるんだけどね、そこの有名どころなんこかに僕がいたのね、でその僕の後の引き継いだ名義のやつがいわゆるね案内所の事件の時にパクられてんのよ、うん、だからあのまんま僕あの業界残ったら僕がパクられてたのに、キツネ1号さんとりえあず、ね、金になる。まあ僕が辞めてそいつが僕の後の名義をかぶって、その後僕が辞めたためにね、その彼は逮捕されたから、逮捕された関係もあってね、今あのグループのねナンバー2に君臨してるわけですよ、あの巨大グループのナンバー2なわけですよ、うん、でもその前の名義人はね僕なんだからだからあの先輩後輩で言うと僕の方が先輩なのよね、うん、まあ僕はねもう全く別の人間なんだけどね、うん、そのグループとは関係一切関係ない人間だけど、うん、まあ、そんな感じです、はい、いや懐かしかったな、面白かったな、いろいろ話して、あそこにおったんみたいな、うん、で今聞いてたらなんかもうね口の悪いお姉ちゃんでね、なんかもうなんていうの、今おる店のスタッフがなんていうの、あのなんて言ったらいいのかな、どう言ったらいいのかな、精神障害者、こいつ精神障害者やねんって何回言われたか今のスタッフ精神障害やから言い過ぎ言い過ぎって言う、うん、まあ面白いお姉ちゃん2人でしたよ、うん、まあ笑かしながらねいろいろ聞いて、まあ、登録書も書かしてね、誓約書にもサインさしてね、身分証のコピーの代わりに身分証写メ撮らせてもらって、ほんで1回目の出勤までに本籍地付きの住民票だけ持ってきて、なもうあるから、まあ、それでもいいよあったら、期限なんか別にええわなかなか転籍はせえへんからね、まあ、パスポートでもよかったんだけど、まあ、なんで僕らがこれいるかっていう、そこだけ説明しちゃったら納得してたからね、だから気づくとかいらんのよ。狐1号さん、どういうとこが精神障害ね、なんかすごい上から目線なんだって。でも聞いてたらその店は、店が仕事ならしてあげてるからそりゃそうなるわなみたいな、だから昔のピンクチラシの時代のフロントそのままの、まあ、デリの事務所なんやろなと思いながらね、なんかホスラブとか、なんて言ったかな、ホスラブとか爆災見たらすぐ出てきますよ、言うた。あ、そう、ちょっと見てみるわ、っていうか、俺が何、ホスラブとか爆災見るとでも思ってんの？俺がそんな見ると思ってんの？キツネ2号さんはおじさんも精神障害のメンヘラおじさんだけどね。そうでしょ？だからね、もうそれも言うといた。あのね、多少のメンヘラ、精神障害じゃないとこんな仕事やってられへんかねって言ったあることは。まあ、俺も変わってるけど、一スタッフみたいに言ってるけどね、実は僕オーナーなんよね、みたいな。で名刺渡しといたから、本名で名刺渡しといたから、うん、あそれを持ってどっか行ったらね、あこの店こんなやつやったって言いに行ったらね、あああいつかってわかるよ。キツネ2号さん、窓開けて。窓開けんの？この時間にでも送ったのがナンバーだったから、あいつらホスト行ったから絶対間違いなく。キツネ2号さん、ピッコロをプレゼントしました。ピッコロさーせー、はいはい、今なんかチャリンコ乗ってた可愛いお姉ちゃんもだから一応おまけで声出しといた。やっぱね、もうあのプロの風俗嬢には僕全然触手が湧かないわ、うん、なんかそこ今のスタッフもなんかもう何、キツネ3号さん外に出てやらしてとかね、そんなセクハラをするらしいのよ。あのスタッフが女の子にセクハラするとかってもう言語道断よね。ありえないわそんなこと。スタッフが女の子にセクハラとかってありえないわそんなことねえ、おかしくないそんなことねえ。きっとレイカもそう思ってたよな俺のこと毎日毎日セクハラされる思ってたよな。キツネ2号さん、ティンティン入れるとか論外。だって初日2日目はね、もう無理くりっていうか、もうあの何、熱いディープキスハグしまくってね、ね、もう3日目にはもう生ちぎられてるからね。でも生ちぎれてる間にチュッてしてきたから、お前も気あんねやろみたいな、まんざらでもないくせにこの野郎と思いながら、え、でもやめていったわ。今何人いてるんですか、在籍5人ぐらいって、今日ゼロやねん女の子ハーンって笑うと、こんなんやからあかんのかな、なったら全部言ってもらえるから、
言っといたっけ。僕はこれから帰ってホームページにね、あのコロナのプロフィールを上げてあげないといけないのよ。上から目線で。狐二号さん、久しぶりに家雑しよう。家雑はできないわ、嫁がいるのに、うん、嫁がいるから家雑はできないだろう。いや、いい子入ってきたわ。いい子が入ってきたわ。あれ、あと使えるかどうかやな、うん、いや、片方の子はね、お前真剣に、うん、ガツキやります。狐二号さん、前までは普通にしてたやん。前までは普通にしてたやん。狐一号さん、意外に厳しい世界だな。どういう意味。狐三号さん、中尾行こう。中尾行かないわ、もう中いっぱいだわ、はあ、多分あの二人ホスト行ったで。まず間違いなくホスト行ったわ。狐二号さん、あれもしないこれもしない、お前はクズか。いや、別にあのふわっちの世界でクズになっても別にええわ、そんなもうどうでもええわ。別に大手配信者だから僕はね、うん、YouTuber なんだから、僕 YouTuber だからね、 YouTuber なんですよ僕。もう一回言おうか、僕 YouTuber なんだから、うん、っていうかうちの店長が反応せえへんねんけど、なんなんこれさ、ちゃんと送っといたったのに。面白い面接やったわ。俺久しぶりにほんまの風俗面接したわ。あのレイカの時もアズさんの時ももう可愛すぎてもうなんか緊張して自分が何言ってるかわからんかったけど、そのままほんで仕事したけど、狐二号さん、よくもまあこんな毎回同じ話してるだけの枠なのに人集まるような、いつもの顔ぶれ。どういう意味、いつも同じ話かな。いつもの同じ話やな。狐一号さん、これで店長仕事できるやん。どういう意味、店長仕事。店長が一番仕事しないから、まあ、店長今のね、言わんとこ、うん、今二人でやってねんっていう話しといてんけど、うん、もう一人のスタッフなんかもう仕事しないから、だいたい俺一人でやってるから割れとったけどね。まあ気よく稼いでーっつって言っといた。あんな奴らに全貌を語ってしゃたまるかみたいな。あれ、よいしょ。こんなとこやったっけ、駐車場。僕の駐車場ここでしたっけ。暇やから今からちょっとエンディリでも行こうかな。今からちょっとエンディリでも探そうかな。実はあの二人組このエンディリのやつじゃん。ふと思ってんけど。狐二号さん、次枠しろや。仲良くなろう。大阪市内23歳。おっさんとブサイクは無視。俺完全に無視されるやん、そんな。大阪市内21歳、大型独身。電話したいな、のんびり話しましょう。こいつ何回か送ったことあるけど返事けえへんやつや。キツネ2号さん、おっさん、不細工両方当てはまる。これやな。休憩か泊まり、OK。今からナンバーでゴムか生外で、時間待ったり数回とかも大丈夫やから、楽しく会える人。夢は22歳、153cm。狐3号さん、宮迫です。渡辺直美くらいデブやから、デブ好きな人限定、キス F、イチャイチャおもちゃ好き、写メとか送ったり無理なので、それでも大丈夫で会える人いたらメールください。これ、そうちゃん。
狐二号さんピッコロをプレゼントしました。そういうのやめません？マジでまだやる？それキツネ3号さん風船をプレゼントしました。キツネ2号さん最近宮迫ですしてないよなお前。いやなんかもう宮迫ですが義務かのように言うけども、別に決まりでも義務でもないから宮迫ですね。宮迫ですは、ね、宮迫ですをそもそも知らんし、俺適当にやってるし、あれなんやったら宮尾進むになってるし、あれ宮尾進むになってる。象印、クイズヒントでピント。狐2号さん宮迫ですルールできたやん。できてないわ、できてないわ。別にあなたたちが勝手に宮迫ですって言うから適当に合わせてただけですよ。お前俺間違えた、これ写真撮ってないな。キツネ3号さん大阪名物パチパチパッチンに帰る。あーよかった、二人もパネルが増えた。ただでパネルが増えた、二人も。よかった、よかったよ。よかったね、よかったよ。よかったわ。あー、でも、よそも大変やったみたいね、いろいろね。岡山まで行ってて、なんか高速で事故になあって、なんか女の子が死んで、ドライバーがなんかこう 何時間か拘留されてたのか。大変な目に遭うとんな。もう岡山まで女の子運ばんでいいだろ別に。むちゃしいやな。はあ、一応ね、知り合い あのホテルもあるよって言っといたけど、別にみたいな、いらないです。あ、そう。キツネ2号さん花火をプレゼントしました。いや飛んでないわ、帰ろうか。もうちょ帰ってパネルあげよう。パネルあげて、パネルあげてごっこしよう。どうしよう、今日からなっちゃった。ちょっと仕事になったけど行くって言わなあかんの。なってるけど行くって言って。おもろいお姉ちゃんを仕入れたわ、今回は。今回のはこれね、あの、顔面偏差値とかレベル的にはちょっと低いけど、使い勝手的にはね、いいお姉ちゃん2人仕入れたと思うよ。うん、ちなみに俺の車が LS ということ気づいてなかったみたいだけどね、あの2人ともね。ちょっといい車なんかなぐらいにしか思ってなかったんじゃない。よいしょ、使えた。キツネ3号さんピッコロをプレゼントしました。ピッコロさーす、わっしゃー。キツネ1号さんパネル上げる作業枠してよ。できるかそんなもん。そんなもんできるか。キツネ2号さん叫べよ。叫べないでしょ、もう夜遅いんだから。そこに手が人おるしょんで、手が人おるしょんで、ね、キツネ2号さん嫁とカラオケ枠。いやしないわそんなこと。
とりあえず今からねホームページをいじくり倒さないといけないから帰るわね。あ、まあそんなこんなでね、ありがとうございました。キツネ2号さん3連休何する？そう、3連休何しようかな。別にそういうことない。キツネ3号さん、ね、ピッコロをプレゼントしました。月曜日だけはねちょっと仕事するかもです、ここが、うん、ピッコラザース、わっしゃーい、ということでね、ありがとうございました。結果的にね、美少女ではなかったけど、配信サボるなよ、美少女ではなかったけど、ある程度使える子が入ったことは間違いないから、まあそれはそれでね、今日はいい収穫があったと思います。はい、そんなこんなでね、ありがとうございました。じゃあね、バーバー言っておりますが、お時間